動画を構成するときの考え方や要素についてお話しします。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田祐一です。今日の動画では動画を構成するときの考え方やその動画の中に入れる要素についてのお話をしていきたいと思います。僕は動画の構成を考えるときにこうフィギュアスケートみたいなのをちょっとイメージしてるんですよね。でちょっとその正しい表現かどうかわからないんですけども、そのフィギュアスケートってそのメインのトリプルアクセルみたいなジャンプだけじゃないじゃないですか。そのジャンプ以外にもそのスケートの美しさとか、あとはこうスピンをしてるとか、こういろんな要素が集まって、その中でまあ2分とか3分とか5分の中でこうプログラムが構成されてますよね。で僕も動画ってそれにすごく近いんじゃないのかなというふうに思ってますね。例えばフィギュアスケートでいうトリプルアクセルみたいなジャンプ、動画で言ったら、じゃあ例えば目を引きやすいドローンショットだとすると、じゃあ例えばそのドローンショットをずっと続けていくと、じゃあ果たしてそれがこう見てて心地いいかって言ったら飽きちゃうんですよね。でそれは同じようにこうフィギュアスケートの中でひたすらトリプルアクセルのジャンプをし続けるみたいな、なんかそんな感じをやってたら、多分それは全然見てる側としてもあんま面白くないと思うんですよね。やっぱこう静かなスケーティングをした後にこう多分ぐるぐるって回って飛ぶみたいのがあるからこそ、こう動きのメリハリがあって見てる方が引きつけられるんじゃないかなっていうふうにこう思ってます。で動画もやっぱそれにすごく似てると思うので、やっぱりそのいろんな要素、いろんな武器をこう入れて、ね、それで一つのこうプログラム動画を構成するっていう考え方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。それでは今からその動画を構成する要素についてざっくりお話をしていきたいと思います。僕は基本的にミラーレス一眼で撮影をしていて、それがだいたい全体のおそらく7割8割ぐらいはそのミラーレスで撮るようにしてますね。でそのミラーレスで撮るといっても表現の幅がこうたくさんつけれるんですね。で例えば広角レンズで広く撮ったり、望遠レンズで遠くを撮ったり、あとは距離感を変えて手先だけを写したりとか、顔のアップを写すとか、接写をする表現からこう遠くのショット、いわゆるロングショットと呼ばれるものを撮ったりですとか、あとは持ち方によっても雰囲気がだいぶ変わってきますよね。その手持ちで例えば撮影すればリアル感というか躍動感みたいのが出てきますし、あとはジンバルを使って撮影するとこうすごく躍動感とか、あとはなんかこうスムーズな感じっていうのも出てきます。で反対にこう三脚を使ってピシッと止めて撮影すると静の美しさっていうんですかね、こう止まった動きの表現とかにもすごくいいですし、ミラーレス一眼だけでも本当に様々な表現ができるんですよね。なのでまず目指すとことしては、そのカメラ1台の中でどれだけ違った表現を入れられるかっていうのを、もうあのミラーレスを中心に考えていただければいいかと思います。でそれに合わせて例えばドローンを使った表現、ドローンを使うと空撮ができるので、こう普段人が見たことない景色なので、視聴者さんが新鮮に思う表現ができるので、やっぱりその動画の中でこう数カットぐらい挟んでいくとやっぱかっこいい表現にはなりますね。ただそのドローンショットをひたすら入れてたりすると、それ逆にこう見てる側としてちょっと退屈しちゃうんですよね。やっぱりその同じショットが続くっていうのはどうしても飽きが来やすいので、いくら景色の絶景なところでこうドローンを撮ったとしても、やっぱそのカットを選択して動画の中では数カットぐらいに収めていくのがいいんじゃないのかなっていうふうに思います。これはもちろんその動画のスタイルによるんで一概には言えないんですけども、ここで言いたいのは、なるべく表現の幅を増やすということです。で、ドローンを使ってる場合だと、やっぱドローンって遠くからこう俯瞰で撮るので、どうしてもその遠くのショットになってしまうんですよね。でやっぱりそうするとなんか足りないものっていうのは、やっぱこう近いところのショットになってくるんですよね。遠くのショットから近くの何か手のアップとか、そういうのがあると、やっぱすごくこうギャップがあってダイナミックにこう画角も変化しますし、こう外からこう一気にこう中に入ってきた感じもなるので、そういった意味で変化は出しやすいので、ドローンを使われてもこういろんな表現をこう入れられたらいいかなと思いますね。でそれから僕も好きでなるべく取り入れるようにするのが、あの POV ショットと呼ばれてて、ポイントオブビューショットですね。それは何か物の視点になってこう撮影するという感じですね。例えばその足の視点になってみるとか、あとはこのサンプルだとコーヒー豆の視点になるとか、
こんな感じで冷蔵庫に入ってる飲み物の視点とか、こういう POV のカットが1カットでも動画の中にあると、こう全体に与える雰囲気っていうのもだいぶ変わってくるので、僕は1カット2カットぐらい POV ショットっていうのは狙って入れるようにはしています。でそれから時間をコントロールするタイムラプスですね。でこれは風景描写の時とかにやっぱすごくいい表現で、太陽とか雲の動きとか星の動きとか、まあ、通常ゆっくりしたものがそのタイムがラプスする、まあ、経過していくっていう意味なので、こうそれがどん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 早く動くので、まあ、それも結構その見てる側としてはこう新鮮な印象になるので、まあ、こちらも表現として入れたら面白いかなというふうに思いますね。まあ、ただタイムラプスは撮るときにやっぱ結構時間がかかるので、まあ、最低30分とかね1時間ぐらいかかるので、動画を撮影しているときになかなかその時間を見つけるのが難しいんですけども、まあ、これもできるだけこう入れていくと面白いかなと思いますね。僕は旅行しているときになるべく景色のいい場所で休憩するようにしていて、でその際に休みながら三脚をセットして、でカメラを回してタイムラプスを撮ったりします。そうするとこう自分がゆっくり30分ぐらい休んでても、まあ、カメラは一生懸命タイムラプスを撮っていて、一石二鳥みたいな感じで素材も撮れるので、これ結構おすすめですね。まあ、あとはタイムラプスにこう動きを入れたハイパーラプスといって、まあ、いわゆる早回しみたいな感じですね。でこうするとなんか建物とかがこうガンガン動いたりとか、街をこう駆け抜ける感じがあってるので、でこういうのも入れていくと面白いですね。ただこれも入れすぎるとやっぱこうどうしても飽きにつながるので、その絶妙なバランスを取っていくっていうのをお勧めしますね。今ざーっとこう動画を構成する時のこう要素についてお話ししましたけど、まだ多分他にもいろいろあるので、ご自身でいろいろこんな感じのショットを入れたら面白いだろうなっていうのをこう考えられるといいと思います。でこれがそのプライベートで撮影しに行く時でも、例えばクライアント案件でも、こう自分の中でそのこれだけは抑えておくショット、まあ、こんな機材を使ったショットっていうのがあれば、それだけでかなりその幅の広いこう絵が撮れるので、動画の構成を考える時にはこういろんなタイプのショットをもとりあえず入れる、でそしてなるべく同じようなショットはなるべく使わないようにして、変化を出していくっていうのを考えられるといいかなというふうに思います。というわけで、もし本日の動画がお役に立てれば高評価ボタンよろしくお願いします。で僕の動画では映像に関することをお話ししていますので、チャンネル登録まだの人はぜひよろしくお願いします。それで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。